はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずいこです。それでは今回なんですけども、9月はユニクロで AUP 決済を行うと20%還元、LINE のポチポチフライデーや店舗受け取りなどお得な購入方法も解説ということで、今回は AUP のキャンペーン情報についてですね。まあ、この動画ではこのキャンペーンの解説と、ちょっとしたお得なお買い物の仕方などを踏まえてですね、簡単にサクッとお伝えしていこうと思います。それでは行ってみましょう。 ということで今回お伝えするキャンペーンこちらですねユニクロで a u p a でお買い物するとポンタポイント最大20%還元というキャンペーンですねこちらのキャンペーンなんですけども期間は2020年の9月の1日からスタートしまして9月30日までの9月いっぱいのキャンペーンとなっております で、今回対象となるのが、aupay のコード支払い以外にも、a u p a y プリペイドカードであったりとか、a u p a y カードこれクレジットカードの方ですね。あとは aupay のクイックペ p a y スであったりとか、クイックペ p a y も対象となります。あ、クイックペイも対象となるということですね。で、ざっとですね、ちょっとポイントとして押さえるところだけピックアップをしております。まずここですね、税込み200円ごとに40ポイント還元ということですね。で、見ていただきたいのはここなんですけども、 まず20%の還元には以下のポイントを含みますというところですね。今回は最大20%還元ということで、まあ、その部分がどういったことかというと、それがここに隠されてるんですが、まずここですね。AUP のコード支払いとか、AUP のプリペイドカードで決済した場合は、ベースポイントの0.5%が含まれます。なので、トータルで19.5%還元。AUP のクリジットカードをお持ちの方の場合はですね、通常の一ポイント、通常のベースポイントの1ポイントが加わるので、それで20%還元ということになります。 なので僕は a u p イのクレジットカードを持ってないので、今回はこちらの19.5%分の還元となるということですね。で、今回の還元上限なんですけども、1auid あたり、1回決済した時にまあ800ポイントが上限と。そして期間中のトータルの上限が3000ポイントということになります。なので1回の決済で、まあ大体4000円ぐらい。 そして期間中大体トータルで1万千円分となります、まあ、ちょっと細かい計算省いてるんですけども、大体これぐらいのお買い物すれば、1回の上限、もしくは期間中のトータルの上限に到達するということになります。次に付与されるポイントなんですけども、ポンタポイントが付与されまして、2020年の11月の末頃ということになるので、まあ忘れた頃に付与されるのかなという感じですかね。で注意点もしっかりとありまして、 まずここ一部キャンペーンの対象外店舗がありますということで今出ているような大体こう空港にあるようなところですかね空港とか、まあ、東京駅とかそういったところにある一部の店舗が今回のキャンペーンの対象外となります。 そして一部の店舗はコード支払いのみキャンペーンの対象となる場合がありますということなのでここは一応ですね店舗とかで事前にチェックしていただくのが一番ベストだなと思いますねそしてここも重要ですねユニクロのオンラインストアは本キャンペーン対象外ですということですねですけどもちょっと後ほどこのオンラインストアについて後ほどまた出てきますそして今回のキャンペーンに関連してですね au のスマートパスプレミア会員の方の場合はまあさらにこのユニクロで使える1000円オフのクーポンというのがもらえるようになってます まあ、いわゆるその au のスマートパスプレミアム会員というのが、まあ、有料会員ですね。毎月税抜き499円を支払っている方限定のキャンペーンとなります。で、それに加入されている方の特典の内容なんですけども、ユニクロでの aupay でご利用いただける税込み1000円割引クーポン。これに関しては税込み2000円以上のご購入に限りますということですね。期間は、 9月の1日から9月の30日までこれが取得期間となってまして利用期間に関しては10月の1日から10月31日までということですね。 で、取得条件としたら、この丸1と丸2の条件をクリアされた方が条件となりまして、まず丸1っていうのが、2020年の8月の24の月曜日、まあ本日からですね、ここから2020年の9月の30日までに、この au の有料会員スマートパスプレミアムに入会した場合、そして丸2番、クーポン取得期間中にキャンペーンの特設サイトによるクーポンを取得した方ですね、この条件をクリアすることによって、 今回の特典を受けることができるということですね。で、それに加えてこの利用条件なんですけども、クーポンの利用期間中、ユニクロ店頭のみでご利用いただけると。そして、まあ先ほどもお伝えしたように、クーポンをセットした状態で税込み2000以上のお買い物で条件を満たすことができるということですね。 そして、ここからはですね、aupay とユニクロお得な使い方についてお伝えします。まあ、ざっと流れとしたらこんな感じです。1,2,3番として、まあ、簡単にこんな感じの流れとなります。まあ、順を追って上からお伝えしていくと、まず一つ目が、楽天リーベイツもしくは LINE のポチポチフライでを利用するということですね。まあ、一応、楽天リーベイツを簡単にお伝えすると、いわゆるその、まあ、ポイントサイトにちょっと近いのかなと思います。 その楽天リーベイツっていうのを経由してユニクロでお買い物した場合、まあオンラインストアですね。そうすると楽天ポイントの1%分がもらうことができるということですね。もしくは LINE のポチポチフライデーという毎週金曜日に開催されるキャンペーンなんですけども、対象のお店で税抜き3000以上購入することによって LINE ポイントが200ポイントもらうことができます。まあその際にですね、楽天リーベイツ同様に この LINE の、この LINE ショッピングにあるユニクロのオンラインストアを経由することで、1%、それに加えて、ポチポチフライデーの条件をクリアすることで、200ポイントももらうことが可能ということですね。これが、丸一番。そして、丸2番。ユニクロのオンラインストアにて購入、かっこ、店舗受け取りということですね。ここが重要となります。 ま、先ほどのね、あの、注意書きにもあったように、あれ今回ユニクロのオンラインストアってキャンペーンの対象外じゃんというふうになってると思うんですけども、まあ、ここにも出てる通りですね。一応ですね、まあ、僕の方でも一応あの、オンラインというよりかは aupay 側にあのお問い合わせをしました。そしたら、オンラインストアでの購入はダメなんですけども、店舗受け取りで店頭で aupay 決済なら OK ということの了承をもらったので、なので一応そういった方法であれば、 オンラインストアを経由しても、今回の還元を受けることができるということですね。ですけども、今回僕自身が問い合わせて確認したことなので、もしご心配であれば、一応ご自身で確認した上で行うことを僕はお勧めします。まあ多分その方が一番安心するかなと思いますね。それで、丸三番、最寄りの店舗で受け取って、店頭で AUP 決済をすると。これで今回の最大20%分をさらにお得にお買い物することができるということなんですが、 今回簡単に僕123番という風に並べてるんですけども実の流れを言うとこんな感じになるんですよねまずオンラインストアで購入するここまではまだいいと思うんですよリーベイツを経由するかもしくは LINE ショッピングを経由するかでオンラインストアで購入ここまでいいんですけども次ここが重要なんですよね注文確定後1時間以内に 店舗レジで支払いが必須これ、まず来店する必要があるんですよ。これ、どういったことかと言いますと、まあ、実際にですね、ユニクロのオンラインストアで購入するときのスマホの画面なんですが、まあ、支払い方法いろいろあるうちの、今回のこのユニクロ店舗レジの支払い、支払いがオンライン配送ということですね。今、真ん中の方にも出てるように、1番の注文確定後1時間以内にまず決済する必要があるんですよ、店舗で。 そして2番の注文完了画面を提示して、まあ決済をするということなんですが、これをしなければオンラインストア経由っていうのがちょっとできないんですよね。注文確定後の1時間以内というのがちょっと引っかかるとこではあるんですけども、まあこれが OK であれば店舗レジでの支払いが必須と。 まあまだここまではいいんですよね。そして商品が数日後にその店舗に到着したら、ここからさらに指定の受け取り店舗にまあ来店するということになるので、ぶっちゃけまあ二度手間にちょっと近いんですよね。例えばそのユニクロに行く、どっかに行くついでにユニクロがあるのであれば、まあこういった方法を行うのはいいと思うんですけども、もしもう一回で済ませたいっていうことであれば、もうこういったオンラインスタアー経由とかも全部もう取っ払って、もう普通に店舗でお買い物するだけでも全然僕はありだなと思います。 ちなみにもしですねこのオンラインストア経由のお買い物方法がちょっと間違ってたらちょっとこれに関してはご指摘くださいちょっと僕もですねちょっと前にやった記憶しかないのでちょっと曖昧になってる可能性もあるのでもしいやここはこうですよとかこういった方法もあり,やありますよっていうのがあればぜひご指摘コメントお待ちしておりますまあそんなこんなで今回は aupay とユニクロの最大20%還元キャンペーンそして au のスマートパスプレミアム会員方向けのキャンペーン2つについてお伝えをさせていただきましたいや本当ねあのー、僕自身も結構ユニクロちょくちょくね利用することあるんですけどももう夏場であればもう今下のインナーで着てるエアリズムというんですかねこれがめちゃくちゃ好きでもう本当これまとめ買いするぐらいねもうこの暑いシーズンとか絶対 T シャツの下とかに着てるんですよね なのでこういったインナー類であったりとか、なのでこういったキャンペーンの時にまとめ買いしたりとかね、もしくはもう夏がまあどれぐらい続くかまだわかんないですけども、秋に向けた洋服を買ったりとか、そういった方法でね、今回のお買い物を楽しんでみるのも全然ありだなと思います。一応今回お伝えした AUPE とユニクロのキャンペーン、それに加えて楽天リーベーツであったりとか、LINE ショッピングのキャンペーンのリンク下の概要欄に貼ってますので、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、本日の 動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました まあ普段からね、僕のインスタグラムフォローしていただいてる方であれば、あの、ご存知の方多いと思うんですけども、このインスタグラム僕、アップしてるのが、まあ、大体普段の日常を結構アップしてることが多いんですよね。まあ最近ちょっと、いろんなとこにお出かけすることがあるので、それをまとめてお写真とかにあげたりとか、ストーリーズっていうのがあるので、まあそれにちょっとしたムービーをあげてることがあります。で、それに加えてですね、最近ちょっと YouTube では、あの、やってはないんですけども、 このインスタグラムを使ってライブ配信をたまにしてることがあります。まあ特にこれといった変わった情報をお伝えするわけではないんですけども、まあ大体深夜帯夜ぐらいですかね。それぐらいにまあ1時間程度めちゃくちゃたまにライブ配信も行ってますので、ぜひインスタグラムしていただいてる方でもうぜひこのゆずひこのくだらない話で良ければ、 フォローするよという方がいらっしゃればですね、フォローしていただくとめちゃくちゃ嬉しいです。一応このインスタグラムのリンクも下の概要欄に貼ってますので、気になる方ぜひチェックしてみてください。ありがとうございました。